神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。 なっそうかぼくのしんこうのさいごのピースはこれだったんだペイコーバさんにそうだんしてみようあきちゃん イスラエルのことなら私に任してエイコバさんイスラエルを軸として聖書を見る時これまで見えなかった神様のご計画が明らかになりますその最後のピースにやっと気づいたタケちゃんそこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだった お邪魔しませんああたけちゃーんえいこばさん早く帰ってきてくれて嬉しいなーいーこの前の続きを聞きたくてねもう早速戻ってきちゃったあーう嬉しいこの前最後の晩餐の話聞かせてくれたでしょ、うん、そして種なしパンの話をいろいろ思い出してたんだけど 空気中にパンダネがあるっていうあの話はびっくりしたしでもそしたらねどうやってそのパンダネが入らないパンを作れるんだろうって質問したんだけど実際それどうやってやってるのかなって思って今も作ってるんでしょ今も同じことしてるんだけどうんどうやって作るのはここ こねてすぐに入ってくるんじゃなくて、うん、あるる程度しててから入ってくるのねそれをいや彼らはよく知ってるので水を測る人、えー、そして粉を練る人、うん、それをこねる人全部でねこうそしてそれを広げてカットする人。 それをオーブンに入れるために並べる人オーブンに入れる人、うん、オーブンから出てくるのを待つ人そしてラビーがタイマーを持ってるのね。うん、で<ー>ポンとタイマー出てきたってポンとタイマーをすると18分と30秒かかってます、うん、全部捨ててください。<ー>18分以内でないと、うんうん そこにはパンダネが入ってるそういうことかだから早く作るっていうことが18分の中でやるってるものすごい大切ええー、なるほどじゃあみんな大急ぎで「はい次はい」ってやって作ってるんだそうなのはあ<ー>あの、うん、パンダネの入ってないパンをね箱に売ってるんだけど普段は「過ぎ越し用ではありません」って書いてある それはラビがタイマーを押してないっていうもの、うん、で杉越しの時にはこれは杉越し用ですって書いてあるそれはラビがちゃんと調べましたっていうこと、うん、<laughs> 杉越し用の方はもう絶対18分以内で作ってありますからねってもうパッケージで売ってるんだ <laughs> そうなんだそれは面白いねでも本当にやってるんだね今現在やってるのよね かでもイスラエルの人たちは今の現在に至るまで何千年もあのことをやってきてるわけでしょそうなのよそれで真ん中の巫女イエス様にあたる部分だけを使ってるっていうことに気づいてないけど気づいた時にはこれ嬉しいことになるんじゃないかね。 真ん中が真ん中がアフィコーメン,ーマンこの間この話したでしょお父さんが隠したらね、はいうん、それを見つけた子供がご褒美をもらうのねうん、うん、ほとんどの場合お金なのうん、うん、だからもうそのお金が欲しくて一生懸命で探すんだけどうん、うん、これはアフィコーメンがお墓に入ったという 部分を指してるのね「これは私の体ですみんなとって食べなさい」って言われただけどお墓にも入っってらっしゃるそしてそれを見つけたもの<ー>復活したイエス様を見つけたものは永遠の命のご褒美だく。 しきたりの中にそのようなことも入ってるわけね。うんうん、だね復活したイエス様の体を見たらそれは嬉しいでしょって永遠の命もらうことになるんだよって含まれてるのかなそれもだからご褒美い,ってうだ、ね、いや彼らのしきたりの中にそうやってイエス様のこと救いに関することが含まれてたっていうのが。 分かるとやっぱり彼らは、まあ、何千年いや先民として呼ばれてた理由が分かるような気がするよね。うん、もう一生懸命で神様に仕えてるの、うん、ただ三位一体が分からない父あ<ー>御子三玉が分からないから父だけを愛してるのね。で今日は、うん、この間の続きのお話をしたいんだけど。うんうんうん この杉越のお祭りには、うん、あ必ず4杯の杯を飲むの。へ4杯4杯の杯へ<ー>それが聖書の中に書かれてるんで「うん、出エジプト6章6節と7節読んでくれる、うん、それゆえイスラエル人に言え「私は主である」「私は あなた方をエジプトの区域の下から連れ出し牢液から救い出す伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう私はあなた方を取って私の民とし私はあなた方の神となるあなた方は私があなた方の神主でありあなた方をエジプトの区域の下から連れ出すものであることを知るようになる、うん イスラエルの民がエジプトで奴隷になっている時に語られた言葉なのね。うん、ここに4つのことが書かれているのえ、うん。1つはあ。エジプトのこう。苦役から解放し,してあげるという。その1つ 2>,、はいうん、1> 2つ目がエジプトの奴隷の労役から。 救っっててあげるっていう,うん、うん、えそして3つ目がおあ伸ばした大いなる腕によってあがなうというあがなわれるっていうことねうん、うん、4つ目はあ神様があなた方を私の民とし、うん、そしてあなた方は私を神とするというこれは 性別されるっていう意味なんだけどこの4つのことがもといで、えー、4杯のぎ、ねえー、越しのお祭りの時には、うん、これこの間のうん、うん、パンダネのないパンちょっと持ってくれる、はいえー、パンダネのないパンの袋に なんだけど4杯の杯があるでしょこれが必ずパンダネのないパンを食べながら4杯の杯を飲む、えー、その4杯がどういう意味なのかって言ったら、うん、この出エジプトの6節と7節うん、うん、6章の6節と7節の部分を言ってるのね。<ー>そして、えー、奴隷え。 苦役から解放してあげるっていうのが一杯目これを感謝の杯っていうのねうん、うん、感謝の杯の、ね、感謝のえー、そして老役、えー、から奴隷の老役からうん、うん、あ解放してあげるっていうのはこれは喜びの杯っていうのねう喜びの杯ねで喜びの杯の時には、うん 必ず彼らは、こう指突っ込むのね。指突っ込んで、一滴、二、うん、滴って十滴のけるの。ええ、どうして。<laughs> それは、うんえー、エジプトに十個の災難が。与えられて、それで彼らは解放される結果になったでしょ。だ,だから、ナイル川が血に変わりました。ええー。 カエルが現れました」「ブヨが現れました」ってねこれ一つ一つ名前を呼びながら10滴取れるとのけるのね。なぜならこれは喜びの盃すごい嬉しいことだけどエジプトの苦しみを忘れなさんなよと言って10滴のぞいて。 えその分を決して喜ぶことがないように<ー>他人の苦しみを喜んではいけませんよ、ね、<ー><ー>って教えるのよそうなんだ、うん、他人の苦しみを喜んじゃいけないよってやっぱり憐み深い神様から出てることなのかなそうねで彼らはそういうふうに子供を育てて<ー>そういうふうに人々を導いているそ,それはやっぱり神様から い子供たちにも子供たちのいるところで毎年これを一緒にやってるっていうことそうじゃあすらしい教えだね子供にとってもね。でこの2杯は奴隷解放から来ているでしょうん、うん、もう成就しているんだけどはい、はい、これは聖書を読みながら、うん、あまた歌を歌いながら。うん へえ食事の前に4杯のうちのこの2杯を先に飲むへえそガブガブって飲むんじゃなくって、うん、聖書を読みながら<ー>、えー、そして、えー、歌を歌いながらそして今度は食事次は食事だから、うん、みんな手を洗いに行くのねそれも儀式なんだけど<ー>、えー、それから お食事がするの、ねうん,うんじゃあ残りの3杯目と4杯目はいつ飲むの ?3 杯目は、えー、その教派によって違うんだけども、うん、イエス様の時、うん、イエス様の時にはお食事の後に飲まれたっていうのが書いてあるのでこれは第一コリント11章のえー 24節と25節の方がいい感謝を捧げてのちそれを先こう言われましたこれはあなた方のための私の体です私を覚えてこれを行いなさい夕食の後酒漬きをも同じようにして言われましたこの酒漬きは私の血による新しい契約ですこれを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい ここで夕食の後って書いてるでしょうん、うん、そしてこれは私の契約の地ですっておっしゃってるので、うん、3倍目はメシアの獅子を表してたということを弟子たちは初めて知ったわけで「いの杯」はメシアの地だったんだっていうのをここで知ったわけなの。 4杯の杯は出エジプトのところから来てるんだけどそのうちの3杯目はイエス様のことだったっていうのがこの時分かったわ分かったっていうことね<ー>えこのことを今度イエス様ご自身がおっしゃってるのを、うん、読んでくれる「はい、マタイの26しょ二27節から29節まで。また杯を取り 感謝を捧げてのちこう言って彼らにお与えになった皆この杯から飲みなさいこれは私の契約の地です罪を許すために多くの人のために流されるものですただ言っておきます私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは私はもはやぶどうの実で作ったものを飲むことはありませんはいここでイエス様が ご自身でこれは私の契約の血ですうん、うん、罪の許しのために多くの人のために流されるのですと十字架を表しているわけですよねそしてすぐにただ言っておきます私の父の御国であなた方と新しく飲む日まで 私はもはやブドウの実で作ったものは飲むことありませんと言われて、うん、イエス様は4杯目を飲まれなかかっったとということがうここがではっきりかるわわるけねイエス様は今までも杉越の食事をしてきたけどこの時に「これは私の契約のチレすス」って言われた初めておっしゃった。 そうなんだねその翌日二十字架なのでいよいよ時が来たのでうんうん、うん、じゃあどうしてここでやめて四杯目は飲まなかったのもうここではこの時には、うん、ユダヤ民族はみんなイエス様を拒否してしまった で弟子たちとほんの少しの人たちだけイエス様がメシアだと信じてたのねだからイエス様を神としなかったあの彼らはイエス様の民なんだけれど彼らがイエス様を神と認めなかったしメシアと認めなかったなぜか うん、それは、神は一つであるっていう言葉が、聖書、うん、新約聖書にも、旧約聖書にも出てくる。うん、だから、イエス様が神様って言ったら、二つになるじゃないかっていうふうに思うのね。だけど、うん、この中には、三枚のパンを入れたでしょ、うん、そうだね。でも、袋は一つでしょうんうんうん。そう,だそうでしょ <laughs> 父、御子 見たまってこれ一つね、うん、三に一体っていうのが分かってないのね、えー、そ,っかそれが分かると彼らはもう絶対救われるすごいね、うん、彼らの文化とかしきたりの中にこの神様の存在がもう表されてたんだねそうなのよ、うん、それで、うん、この四杯の杯 一杯目は奴隷解放で。これ感謝だったでしょうんうん。二杯目は。あ、これは。この労役から解放された喜びだったでしょうん。こびさつとも成就したでしょう,んうん、うん。出エジプトで成就してるのね。そうでしょう。三、はい、杯目は。これは。 多くの人のために流される私の血ですっておっしゃった、うん、イエス様がおっしゃった、うん、翌日十字架にかかられて成就したでしょ杯、うん、杯ののうううううち3杯はもう成就したのねうーんんそういうことなんだ,、うん、だけど4杯目っていうのが、うん、彼らがイエス様を神としなかったので。うん 成就しないでイエス様を飲まなかったわけね。うそうなんだね。出エジプトの六章のところの四つのうち三つはイエス様の十字架で成就した。三つ目はつ目まそれで。はい。じゃ四つ目はまだですよっていうことなのか。四つ目はイエス様の時代には成就しなかったので、うん、イエス様は飲まれなかった へえ、それは今も成就してないの今も成就してないへまだ残ってるのいつ成就するの <laughs>、うん、それはイエス様ご自身がおっしゃってるのでマタイの23章を開けて、はい、マタイの23章マタイの23章の37節と38節読んでみて あ,あエルサレムエルサレム預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つもの私は面取りが雛を翼の下に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことかそれなのにあなた方はそれを好まなかった皆さいあなた方の家は荒れ果てたままに残される」あ。ここでイエス様がね、うん 私の翼の中にあなた方を集めようとしたっていうこの「翼」という意味は神様っていう意味なの,ね神様の意味を表してるのね。だけどどんなに集めて守ってあげようとしたけれどあなた方がそれを好まなかっただから見なさい。 あなた方の家は荒れ果てたままに残されるよと言って、うん、あなた方がここから留守になって世界離散しますよという予言をなさったわけねえそういうことなんだ残念なことに本当に成就してしまったわけね1900年間流浪、うん、の旅しましたかうん えじゃあねここで4杯目が、うん、いつ成就するのかっていうのをイエス様が39節で言っているこれが再臨の条件なので、はい、読んでみて。あ、はい、あなた方方ににに告げます祝福あれれ主の皆によって来られる方にとあなた方が言う時まであなた方は今後決して 私を見ることはありませんここの場所何度も読んだでしょう。そうね読んだことあるねでもこれが再臨の条件だったとは知らなかったでしょう。これが再臨の条件なのあ、祝福あれ主の皆によって来られる方にという言葉は、うん、私たちが使う言葉じゃないのこれはユダヤ人が メシアを迎える時のみ使う言葉なのねユダヤ人しか使わない言葉なそうそうユダヤ人しか使わないましてメシアを迎える時のみ使う言葉なのね<ー>だからイエス様がロバで、うん、エルサレムに入場した時にうんうん、うん え何人かの人が城の枝を持って、うん「祝うかれの皆によって来られる方に」って、うんうん、その時に、えー、長老だとかパリサイ人たちが「イエス様にすごく怒って、うん、あなたはあの人たちが何を言ってるのか聞いてるのですか」うんうん、黙らせてくださいって言ってるのね。そ,それははあななたメメシシアアじゃないのに 迎える時のみ使う言葉を使ってるから黙らせてくださいって言ってる、ねうんうんうん、なるほど人々がメシアを迎える時にだけ言う言葉をイエス様について言ってたんだねうんそれを怒ってたなるほど。で、だからここで言うのは、うん、あなた方に告げますっていうのはユダヤ人に告げてるんですねでメシアを迎える時のみ使う言葉で イエス様を迎える祝福彼氏の皆によって来られる方にとあなた方が言う時までああなた方は今後決して私を見ることがありません彼らがいつイエス様を見るのかそれは御再臨の時なのね。でその御再臨はいつ起こるのか。 それは彼らが民族的に祝福あれ、主の皆に寄って来られる方にと、あなたをお迎えします。もう一回だけでいいから来てください。って彼らが叫ぶ。うん、そうすると、天が開けて、御祭輪になる。そう,そうしたら、 神の御国の到来でイエス様が4杯目をみんなと一緒に飲む、うん、というのがうサイリンの条件なんですそういうことだったんだその時初めて出エジプト記の4つの御言葉の全部が成就するっていうことなの出エジプトの御言葉は、うん 神様がモーゼに与えた予言、うん、人類救済計画のマスタープランなんですよこの予言が,が。へえ。じゃあ杉越の祭りの時に彼らはこの御言葉から「出エジプト記の六章」の言葉から4杯の杯を飲んでたでしょ実はそののの儀式の中に神様の 人類を救済するプランが表されてたっていうことなんだ隠されてたのそこにいまだに隠されてる部分がある、うん、それは3杯目がイエス様だということを知らない4杯目はイエス様を神様としてお迎えしなければ成就しないということを知らない、うん、なるほど3枚あるパンのうちの 真ん中がイエス様だってことを知らない。というわけだから<ー>もし彼ら毎年この袋使ってるのね <laughs> うん、うん、だからこの袋があ三味一体この袋は一つなんだけども3枚入ってるのだっていうのが分かれば「うん、神の御国の到来4杯目の成就」これは。 みんな家で持ってるの各家庭が持ってるの各家庭が持ってるへえ一つの袋なんだけど三枚その三つある、はい、父<女>御子、三玉がここにあるへえそれで真ん中だけが使われるっていうのは真ん中だけイエ,イエス様だけが人となってこられて贖<ー>がないとなったので えー、父も御霊も人としては来られてないので、えー、だから真ん中のアフィコーマンだけを取り出してあとは使わないのねへえそういうことなんだねイエス様がお生まれになったことまで表してるとはね素晴らしいでしょういやーでもこの杉越の祭りの話から 三味一体の神様の話が分かったり神様の人類救済のマ、まあ、スタープランの話になるとは思わなかったねいやーこれが杉越のお祭りなのねそれで最後の晩餐はは杉越のお祭りであったあそしてイエス様は杉越の子羊であられたそして最後は小さい イエス様がまた来るときに4杯目を飲むっていうそれも驚きだしなんか待,ち待ちわびるねこれはお3杯が確実に成就したんだから絶対4杯目成し杯したんだもう三杯はもう成就したんだから間違いなく次も来るよってな,なるほどいやこんな展開になるとは思わなかったね <laughs> 杉越の祭りの話から。 い,やいい質問してくれてありがとうまた聖書がすごい分かった気がするわあうしいうん、うん、本当にねユダヤ人のしきたりの中にいっぱいイエス様が入ってるうそういうことなんだねもう旧約聖書から新約聖書までこうやって神様のご計画が進んでるっていうのがね分かって読めるっていうすごいね感動的なことだ、ね、私。 竹ちゃんの感動を見ながら私も感動してるあ <laughs> 今日も本当に大事なことを教えてくれてありがとういやとんでもない時に<ー>竹ちゃん私嬉しくてしょうがないからもう早く帰ってきてうん、うん、よかったよかったもうまた来るから、うん、違うことを質問持ってくるねはいまた来てねそれでは本日のおさらいをします杉越しの祭りの四杯の杯には 神様のの人類救済計画が表されていたのです十字架によって3杯目までは成就しました4杯目はイエス様を神様と受け入れたユダヤ人の叫びを聞いてご再臨なさる時神の御国で生まれるのですそれでは皆様またお会いしましょうシャローン